お目覚め？普通そんなめっちゃ冷めてるわけでもないけど、また昨日も変な時間にね寝ちゃったの。そう、眠すぎて家帰ってご飯食べたらもう眠くなっちゃって寝ちゃってて、3時間ぐらい寝たのかな、3時間ぐらい寝ちゃったんですよ。本当にびっくりしちゃった。そっからまたもう一回寝たんですけど、あ、ちゃんと寝る準備してから、おはようございます、体調はバッチリだよ。そう、ソファで寝ちゃったの。本当にね、眠すぎてね、緊張してたのかな。おはようございます。風邪ひくよ、確かに。それは本当にそうです。お疲れ、ありがとうございます。でももちろん緊張もしたけど結構楽しめました。普通に楽しめたのはすごく良かったです。なんか先輩方の最初のあれもめちゃめちゃ面白かったし、そう、めっちゃ面白かったし、そこですごいなんか楽しかったです。普通にそう、本当にありがとうございます。面白かった。おはようございます。ねえ、そうそう、みきちゃんがね、昨日配信してたみたいで、そう、みきちゃんとね、もうね、二人で話したりもしたんですけど、そうですね、なんて言ったらいいんだろう、いつも一緒に帰ってるよ。で、二人で帰ったのは久しぶりだったかな。いつもはもっと多い人数で書いてるから、いつも一緒には書いてるんだけどね。ねえ、なんだろうね、なんかどうこれなんだろう、どういう
なんて言ったらいいんだろうな。どうがん頑張り方、どうすればいいんだろうってのがまず一つあって、人形、もう目線の先にいます。持ってこようか。ちょっと待ってください、ね。はい、すぐ戻りました。22番さんです。やっほー。やっほー。22番ミールも支配、結構大きいんだよねこの子。ちょっとあの夜配信の時に後ろに飾りますね。さすがにね、お昼配信、お昼朝配信飾れない。かわいいでしょ、お気に入りです。仕事行ってらっしゃい。そっくりやんか、褒めてます。どっち、なんか失礼、失礼ですね、私もね。あ、お仕事いってらっしゃい。あー、いっぱい言う、いってらっしゃい。可愛くない、すごい。あ、なんだろう、何の生き物なのか分かんないけど、名前が、顔もねマスクしてるからできないや。仕事行ってらっしゃい、頑張ってください。ありがとうございます。ディーンズの話をしたんですよ。ねえ、ちょっとね、今回はね入れなかったんですけど、そこまでは、たくさん皆さんね、いっぱい投票してくださっているので、はい、ありがとうございます。やっぱりなんだろうな、あんまり言うのも好きじゃないんですけど、やっぱりね、皆さんの負担がねすごいと思うので、あんまりね言うのは違うかなって思うんですけど、ねえ、ちょっとどれくらいの投票数かがわからないので何とも言えないんですけど、ぜひ最後まで皆さん一緒に頑張ってくださると嬉しいです。私もこう、なんだろうな、どう頑張ればいいのかちょっとまだ模索中なんですけど、
皆さんに私ができることはちょっとやりたいなと思っているので、はい、お願いします。7位っていうのは皆さんの優しさですよ。どこ情報なのかなって、皆さんの優しさで言っていただいてることです。はい。優しいです、本当に皆さん。試験さん、おはよう。おはよう。うん、配信ねもっと頑張りたいんですけどね、なかなか時間が取れなくて、今日も朝配信になってしまったんですけど、明日も朝配信になりそうだし、もう明後日は公演ですからね、また朝配信なんですよ。朝配信だらけさ、だからなかなかこうショールームでアピールするのも難しいなって思ったり、早起き、その分早起きすればいいのかもしれないんですけど、なぜ早起きは苦手なので、いいんですね。なかなか今はね配信できないんですよ。そう、忙しいことは本当に嬉しいし、忙しいのが私は好きなので嬉しいんですけど、そう、なかなかこうショールームはね短くなっちゃう。まゆさんのお天気お姉さんみたいな存在。全然私朝に合わないですよ。朝起きるの苦手だし、休日なんて朝ないですからね、昼からですから。本当にでもこの前寝坊して朝起きるのめっちゃね怖くて、今日もあの5分間隔でずっと目覚まししてました。でも眠いんですよね。全然まだ寝れる。もう昨日のあの空気感が本当に私は初めて味わったので、こうなんだろう、呼ばれるのか呼ばれないのか、チームどこ来るだろうとか、こうすごいドキドキしました昨日。総選挙ってこれがね、こうない、もっとたくさんのもう上の方からこうダーってあるんだなと思って、6位から1位だけでしたけど、今回はなんか総選挙の雰囲気を味わえた感じがしました。なんだろう、私総選挙あの見に行ったことあるじゃないですか、あるんですよ、あの名古屋ドームの総選挙に。でそれを客席側としてこう見てたんですけど、客席側として見ててもちろんなんか 3-2-1 とかいいぐらいは緊張するんですよ。そうこっちも緊張するんだけど、いや全然違うなって思った、こういう見てる側だった自分が向こう側に行って
総選挙じゃないけど、そう、それはね、なんか、すごいなと思った。309日ありがとうございます。押し席じゃなかった気がするな。あら、ありがとうございます。そう、なんか時間もなかったよね。けど、でも普通にこう、まあ、もちろん悔しいとか、っていう気持ちもありますけど、昨日は本当に純粋にあの空気感を楽しめたのですごく良かったです。はい、じゃああと2分ということでランキング読んで終わりたいと思います。あ、10日の公演当選してます、だってお待ちしてます。じゃあ読みます。13位ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位ありがとうございます。1位ありがとうございます。ありがとうございました。よいしょよいしょ。じゃあ今日も皆さん一日頑張りましょう。私も頑張ります。頑張りましょう。バイバーイ。おやすみ、おやすみじゃない。寝ない寝ない。